最大の人口と GDP の国はどこでしょうか。あれかな食べることになりました。なんだっけ、まあ、なんだっけ、汚染水ほんと急に言われて出てこない。ヒントはボクシングやってるボビーがいるところ。そうだロビーがいるところ、ロビーオレゴンのなんだっけ、ほんと急に言われて出てこない。ナイジェリアです。正解、はい。答えは、いや、ヒントヒント、ボビーオレゴンのボビーオレゴン。あ、ヒントもあげんの。なんだっけ、どこで、コロンビア。あのコロンビアは南米です。ナイジェリアでした。ナイジェリア。おお、正解。正解です。正解。人口最大は、うん、南アフリカ。あ、違うんだ。わかる。GDP と、人口両方最大です。そうです。わかんないな。ヒントはボビーオロゴン。あ、え、ケニア。ボビーオロゴン。どこ。わかんない。正解はナイジェリアでした。はい。南アフリカ。あ、違うんですよ。素晴らしいよね、うん、前は南アフリカだったんです、うん、あ、変わったんや、うん、最近発展してるとこどこや。ボビーオレゴンの国って分かります。ボビーどこや。ボビー、じゃあ正解はナイジェリアでした。ボビー、車なんか言ってね、車のピンスティーかなんかしてるもんね。そう、国内総生産から。そう。そうそう、あの GDP、国内総生産と人口。ナイジェリアとか。世界。世界。すごい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 。南アフリカ。惜しい。前はね、そうだったんですよね。はい。今。はい。今急成長している国がございまして、ヒントはボビーオロゴン。ボビーオロゴン。はい。ボビー。はい、どこの国の方に行くか。正解はナイジェリアでした。そうなんです。そうなんです。ちょっとそろそろ奥さんの力が必要です。奥様なんですね。はい、はい、ケニアとか。いや、わかんない、今の反応を見て。はい、自信持って。最初の SD、南アフリカ。惜しい。前は南アフリカだった。そうなんです。そう。そして今は、はい、ナイジェリア。そうですか。はい。え、全く分かんないんだけど。ボビオロゴンって知ってます？ボビオロゴン分かる。ボビオロゴンどこの国の方なんですか？ボビーどこ？え、ボビーどこ？正解はナイジェリアでした。言われたらそうだ、ね、もう分かんない。でもいやって、最大の人口なんでそんな分かんない。分からんな。本当に人口と一番お金持ちって言うのが石油国。UAE 国内総生産。モナ違うか。あ、違うね。ヒントは、うん、ボビーオロゴン。あ、待って、どこだっけ。ナイジェリア。ナイジェリア。どこでしょう。なんか日本の留学生というか、はなんか在留外国人はなんかナイジェリアが多い気がしたんですけど。天才。そう。天才。正解。あとはですね。先生、ナイジェリアですよね。すごい。すごい。最初さ。最大の人口。そして GDP。はい、あ、GDP。これは同じ国ってことですか。そうです。はい。エチオピア。あ、ナイジェリア。あ、ナイジェリア。正解です。はい。素晴らしい。はい、素晴らしい。はい、素晴らしい。はい。うん、では。金詳しいですか。詳しいですね。ナイジェリア最近ね、なんかいろいろね、お金も紙幣も新しくね、通貨出したけど大変ですよね、ナイジェリア。はい。やっぱり。何でするんですかそれ。いや。
いろいろ僕ナイジェリアはすごく好きな国で、ありがたく思ってます、うん、そうですか。エチオピアもすごい歴史ある国だから、ナイジェリア、エチオピアはすごい何千年という歴史をちゃんと持ってるから、持ってます、ね。